栗本隆子5月9日から2019年1月22日は、日本の声楽家音楽教育者。二機会名誉会員本名、栗本武旧姓は、小鳥居。福岡県筑紫郡団財布町生まれ。福岡女学校卒業。1941年東京音楽学校卒業。リアフォンヘッサートに指示。 1946年長戸美穂歌劇団、プッチーニ、蝶々夫人の鈴木役でデビュー以来、長戸美穂歌劇団で活躍。1952年に旗揚げされたに機会に参加。モーツァルト、フィガロの結婚ケルビーのモーツァルト、コジュファン・トゥッテをはじめ、リヒャルト・シュトラウス、バラノキシ、オクタビアン、ビゼー、カルメンタイトルロール、ヨハン・シュトラウスに聖。 コウモリ・オルロフスキー公爵、モンテベルディ、ポッペアの大官、ブリテン、ピーター・グライムズ、メノッティ、老城と泥棒など、バロックから現代作品に至る、著作、さらに、山田公作、黒船、ダン・イクマ、長寿・ズキン、清水密治む、修善寺物語など、法人作品を中心に、数多くのオペラ公演で主要な役を務め、その大半が日本初演だった。 1953年、藤原歌劇団第2回アメリカ公演に参加し、町長々夫人で鈴木を演じる。1956年第1回 NHK、イタリア歌劇団、ベルリ、アイーダに日本側の若手歌手として参加。NHK 交響楽団の第9のソリストをはじめとするコンサートでも活躍。日本歌曲も得意とし、1977年以来、 日本歌曲によるリサイタルもしばしば開催している。その一方で、専属学園大学教授として、更新の指導にも、情熱を注いできた。2002年、清いホールで開催された、グレートマスターズの公演に出演。2006年には、長年の演奏活動で、初の CD となる、愛と祈り歌い継がれる、日本の歌を、2012年には、 自身の反省を綴った書籍付きシーリー、奇跡の歌をリリースした。畑中良介が、栗本隆子の声は、日本音楽界の奇跡ですと称賛した歌唱は、日本歌曲を作り上げてきた作詞者や作曲者たちが、作品に込めた心を表現し、紡ぎ出される言葉の美しさと思考の感情表現により、形のない美しき芸術品として、日本歌曲の真髄を表現している。 2010年5月、母校である福岡女学院の創立125周年記念式典に招かれ見事な歌声を披露し話題となった。2012年7月19日には92歳で銀座山ハホールでコンサートを開催し、その年齢からは到底信じがたい、まさに奇跡の歌声を会場に響かせ、聴衆を驚愕、感動させた。この貴重な記録は DVD。 BD 化されている。2019年1月22日正九98歳坊津。ABCD、栗本隆子さんが、死去生学科、栗本通る日本石油輸送会長の母。日本経済新聞。https、www. 日経 .com、アーティクル、約すむぞ4062兆3060億2 9 0百1万2千1 9 CZ8000、2019年1月29日、閲覧。ABCDEFGHIJK 畑中、良介。日本歌曲をめぐる人々。音楽の友者公益財団法人東京に機会に機会の、アーティスト名誉会員参照。ABC カメラアタ東京アーティスト参照。栗本孝子カメラアタ東京ニュース。2020年10月17日閲覧。 栗本高子グレートボイス2 0 0 5ライブイン東京 CD ブックレットより栗本高子コンサートインヤマハホールカタログキャメラタ東京 www.camerata.co.jp2020 年10月17日閲覧第23回新日鉄住金音楽賞受賞者決定のお知らせ参照栗本通る日本石油輸送株式会社役員の略歴 どんぶり、アカウンタント、2020年10月17日閲覧。ありがとうございます。